やっほー、エミネでーす。さっきまでお仕事でテレビの撮影に行ってました。可愛いね、髪型にしてもらった。お洋服はスナイデルです。下はいつものしんちゃんマウスピースをつけてるので歯がペカペカかも。今日話したいことがあって、動画を回してるんですけど、有益系というかみんなが見たいなと思ってくれる系の動画は引き続き上げていくんだが、普通に私も喋りたいわけ。私は多分喋らないと死ぬ。マジで友達が少ないんですよ。だからさ、みんなにさ、こうやって喋らないとさ、私マジで死んじゃうそれにもちょっと共通する話をちょっと今日はしたくて動画を回しました。ちょっとさ、化粧直ししていい？早くお風呂入りたいんやけど、動画だけ撮ってお風呂入ろうと思って。てかさ、口元さ引っ込んだよね。歯列矯正の動画出すね。出す出す言うとってさ、全然まだ撮ってないけん。マウスピース矯正もしたことあるし、上下の裏側でのワイヤー矯正もやったことあるから、両方やったことある人ってそんな多くないと思うから、両方やったからこそ言えることって多分いっぱいあると思うけん、質問ね募集するけんさ、動画撮るね。リップリップ、いち早く使わせていただいてる。リリミューのクリスマスコフレの中に入ってるね、限定色のね、バタールージュのね、カラーがめっちゃ可愛い。これ公開する頃にはもう発売してるかな。イーザー&のメルティングシロップバームのスパイシーピンクっていうね、カラーのリップが、ほんともう半分以上ないと思う。毎日これ使ってます。めっちゃ可愛いな感じで、肉の推し完成した。語るー。今日動画回したのは、まあ、サムネとタイトルにもある通り、私は何を隠そう、別に隠してはないんだけど、エミネっていう通りさ、お姉ちゃんなんですよ。長女です。この動画を見てる中にも多分長女の子たちっていっぱいいると思うんだけど、あのさ、長女ってさ、マジでさ、生きづらくね。生きづらい性格の人っていっぱいいると思うけど、長女は長女なりに頑張って生きづらくないように努力して今の地位を築いているんだけど、長女ってなんか一生一人じゃねみたいな感じ、わかる？なんかさ、私って本当に昔からなんだけど、どんなに大変なこう積んだ出来事があっても結構自己解決能力が高いというか、あーやべえこれ結構積んでるわ、あーこのパターンできましたか、はい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 っていう事案が来ても結構何でも自分一人の力で解決できちゃうのね。何事も特に焦らないというか、他の人が結構焦ってる姿見ると結構イライラしちゃうので、そんなことで焦んなよって思っちゃうタイプだし、割と一人で何でも解決しちゃってきたし、人に頼るっていう選択肢が今までもなかったし、これからもきっとないと思うから、自分一人の力で生きていくっていう選択肢今までしてきたからこそ、自分も頼れないしなんかさ、可愛くなって思ったのなんかのタイミングでね、ストーリーに書いたのよ。したら私のインスタのフォローしてくれてる子たちがみんな、わかりますみたいな、あの本当に長女なんですけど本当に人に頼れないですみたいな、めちゃくちゃ DM 送ってくれて、だよねって感じで長女の共感をいただいたんですけど、あ、そうだ、質問コーナーに悩みは誰に話していますかっていう質問をしてくれた方に対して、なんか長女あるあるなのかわかんないけど、悩んでても人に話さないし一人解決しちゃうんだよね、そういうストーリーになんかすごい反応してくれて、え、待って、私だけじゃないんだみたいな感じで。私さ、ディズニーのプリンセスたちあんまり共感したことなかったのね。お話としてはすごい面白いんだけど、あんまり男性に頼ったこともなければ、おもちゃさんもみたいなことも今までなくて、なんだけど初めてアナ雪のね、エルサに、エルサめっちゃ共感するんですけどって思ったの。だから長女あるあるなのかなみたいな。で、今さ、長女に共通する性格的特徴を調べたんですよ。完璧主義、忍耐力がある、人に頼ることが苦手、気遣いができる、他人の評価を過剰に気にする、ストレスを溜め込みやすい、礼儀正しいといった特徴があります。お姉ちゃんだからと厳しく育てられることが多いため、子供の頃から自分自身でもしっかりしないといけないと思い込みやすい傾向があります。責任感が強いため手を抜くのが苦手、完璧主義な特徴があるのです。仕事では重宝される存在でありますが、プライベートでもその一面を出してしまう、鬱陶しく思われること。なるほどね。なんか私、長女の A 型の MBTI は ISTP なわけ。だから、そんなに
に厳しいではないんだけど、一回決めたこととかに関しては昔から絶対にこうやり遂げる性格だから、だから高校生の時とかもダイエット頑張ろうと思ったら頑張りすぎちゃって痩せすぎちゃって拒食症になっちゃったりとか、0-100なんだよね昔から。やらなかったらもうマジやらないんだよ、興味ないみたいな。やるって決めたらとことん追求しまくるみたいな、その道のプロになるみたいな感じで超やるんだけど、その途中にじゃあ誰かになんか聞くとかもないし、全部絶対自己流だし、絶対に自分で調べて自分で追求して自分で切り開いていくみたいなのが絶対に私の性格なのね。だし割と忍耐力もあるわけで、我慢強いなとも思うし、まあ、だからこそ知らず知らずに多分ストレスもためがちなんだろうけど、自分のその性格の向き合い方がさ、多分少女って多分この年まで生きてきていろいろさ多分辛いことも乗り越えてきたはずなの、少女長男とかって。できっとあここまでは我慢するけどここまではもう諦めようとか、割と自分の扱い方がうまいというか、ある意味で冷めてるというか、まあ、でも情に熱いというか、なんか長男長女って絶対に報われてほしい、私含めって思った。本当にうちらってマジで人に頼れないの。別に頼ろうとも思わないんだけど、でもやっぱ面倒見もいいのよね。だからさ、ある程度こう頼られちゃうと手を差し伸べようってするのもうちらなわけだから、なんか人のことは助けようとするのに自分のことは頼れずに、自分のことも抱えつつ人のことも抱えつつで、知らず知らずにキャパオーバーになってる人多いんじゃないですか。なんか自分のことを見てるような気分なんですけど、でネットにも書いてるんだけどさ、甘えべたな人が多い傾向、わかるよ。しかも私は家庭環境も本当に最悪だったからさ、で父親もいなかったから本当に男の人との関わり方が分かんなかったわけ。母が一人で育ててる姿しか見てないから男性の頼り方が分かんなくて、男性に負けたくないみたいな、男性に頼ったら負けみたいなのがやっぱ未だにあるんだよね。これ結構コンプレックスにちょっとあって、収入も含めなんだけど、夫婦の形もちょっと難しくって、だって分かんなくない？だってさ、夫婦なのに負けたくないとか頼り方が分かんないとか、もちろんさ精神的な支えはめちゃくちゃしてもらってるんだけど、とはいえお母さんとお父さんの関わり方を私が見てないから、幼少期に私がじゃあいざお母さんお父さんになった時の関わり方が分かんないんだよね。そして私は長女で甘えべたってなると条件揃いすぎててちょっと不安、どうしようみたいな。しかも私の性格上ちょっと強い。ズバズバしすぎちゃっている。で何でも自分が把握しておきたいし、仕事もそうなんだけど、人に任せる時に自分ができるようになってじゃないと人に任せられない性格なのね。編集とか自分のこう身の回りのこととかも自分ができることとかじゃないと、分かんないこととかをなかなか任せられないというか、何されてるか分かんないじゃんっていうのがある程度あるから、なんかねそういうのが結構さ、ここ最近、今私もその仕事で独立をしているから社員も抱えてます、労務経理、そして今新しい新規事業の準備だったりとか自分の活動だったりとかで家族のこととかもなんかいっぱい結構いろいろ合ってる中で、自分の性格ってとってもめんどくさいかもしれないって結構最近思ったんだよね。何でもねこなそうとしてた時代もあったんだけどさ、だいぶね任せられるようになったの昔に比べたら。前は本当に先週すらもう人に任せられなかったんだけど、 YouTube 始めて3年目くらいの頃にやっと本当に天才編集者の方に出会ってお願いできるようになったんだけど、でそこからはねいろいろこうちょっとずつ手放すことができて新しいことができるようになってみたいな感じなんだけど、私の性格くっそめんどくさい。ねえ甘え方教えて。人のぬくもりを知ったらさ、全てが壊れちゃう気がするの。人のぬくもりを知らない時の自分の方が強い気がしてて、それこそ私は上京する前、彼氏も常にいないタイプで、なんでいなかったかというと、失うものが何もない境地が一番強いって私ずっと口癖のように言ってたのね。
だからもう本当に変わってないよね。まあ、確かになんかこう好きな人もいなければ彼氏もいないから本当にマジで無双状態。仕事に打ち込んでます、大切な後輩たちがいます、大切な後輩のキャリアアップを応援するってなれば自分が知るけばいいだけだから、まあ、別に私いつ死んでもいいしくらいの感じで生きてるから、家族に固執してるわけでもないし、自分って何なんだろうなみたいな感じで、その当時夢があったわけでもないしって感じだったんだけど、今ってさ、私結婚もしてるし、おもまめもいるし、大切な社員もいるし、あと大切なファンのみんなもいるし、あのね弱いよ今、もうお願いしまくってる、頼り切ってる状況だから、それこそマネージャーのトミーとかミナちゃんとかいろんな人にお願いをしまくってるからこそ、そのスタッフたちがいなくなったら私ってもうやっていけないの。エミネーがエミネーでいられなくなっちゃうから、生い立ち時代のエミコからしたらもう発狂どっちがいいのかわかんないんだけどさ、やっぱ大切な人たちにたくさん頼ってこそ新しいことができるようになっていってるから、そっちの方がいいのかなと思う思って、5年前は誰のことも信用できなかったし自分しか信用してなかったんだけど、今ってある程度やっぱ信用でやってる、信頼関係でお仕事はしないとやっていけない。だからこそ裏切られたらそこで終わりなんだけど、裏切らなかったら私は一生大事にする。普段甘えたりさ、わがままも言えない自分が今いろんな人に支えられてるこの状況って実はめっちゃ弱いんじゃないっていう、ちょっと弱音というかどうなんだろうっていう客観的意見が欲しい大丈夫なのかなっていう、そう頼ってるんだ今。スタッフみんなとかおばくらちゃんたちがいないと私今生きていけないんだ。だからみんなありがとう、いつも本当にありがとう。みんながいてくれての私っていうのは常に思ってるから、その気持ちはみんなに返し続けたいなって思う。待って、なんか長女の話からめっちゃそれちゃったな。あとさ、長女のさ恋愛傾向あるある、男性に甘えるのが苦手。だからさ、恋愛体質の人とかってさ、常に彼氏が居続ける人っていたじゃん。そういう人ってさ、意外と次女とか、あ、キリもでもそうかも。常に彼氏が居続けるけど、昔から。私って常にいるタイプじゃなかったから、我が道を行くみたいな。なんかついてきたかったらついてくればみたいなタイプだったから。確かになぁ。男性の自尊心を満たすことが苦手なので恋愛で苦労する長女は少なくありません。男性は女性から頼りにされたいと思う生き物なので、女性が全然甘えてこなければ頼りにされてないと感じることもあります。長女長女長女はね、年上の方がいいと思うよ。私はだから昔から年上が好きだったの。年上ってこっちがなんかこう甘々しなくても結構なんかエミコンはいはいみたいな、だからこっちが甘えベタでも可愛い可愛いってしてくれてたから、昔から年上が大好きだったんだけど、同い年とか最悪だよねマジで。同い年とのかかり方が一番わかんないんだから。年下とかまだいいよ、お姉さんとして扱われるから全然お姉さんやっとけばいい。立場が分かりやすい方が恋愛しやすいの。同い年だから1回くらいしか付き合ったことないな。消極的で自分からアプローチできない、わかります、できなかったです。自分の意見を押し殺してしまうんです。忍耐強い長女なんです。好きだなって思ってもこの恋叶わないかもしれないとか、この人はなんか別の人のことが好きなのかもしれないとか思ったら、自分が傷つくかもしれないって思う危機管理能力がやっぱ長けてるから、長女って。だから押し殺すことができるの、気持ちを。アピールとか当たって砕けろとかの前に諦めるの。切ねー。これさ、もしさ共感してくれてる子がいたらコメントしてほしいな。これもし長女の特性なら私めちゃくちゃ30年にしてひらめきって感じ。やばいやばい。恋愛目でも自分から積極的にアプローチするの苦手です。自分のことどう思ってるんだろう、こんなこと言ったらドン引きされちゃうかもなんて思い始めたら全く行動を移せなくなってしまいます。消極的すぎて恋愛のチャンスを逃してしまうことある。それなのよ、ほんまにほんまにほんまにね。まあでも良かったなって思う性格とかは全然あるよ。YouTube も週3投稿って決めたらもう3年くらいはずっと週3投稿やってるし、なんでやってるかっていうと、一回決めたことだからっていうのもあるんだけど、編集者さんに依頼してることでもあるから、編集者さんのお仕事が止まっちゃうっていうのもあるじゃん。普通に社会人として
それ良くないなっていうので当たり前かなみたいなこといっぱいやってるんだけど、まあ、人に迷惑をかけないようにはしてるな。自分がしっかりしなきゃと責任が働いている。そうね、大切な人が私の管轄で何か問題があったりしたら大体私が責任取るというか、まあ、全然私が謝るし、何かトラブってたら全然私が出ていくって感じだから今私が代表でいるっていうのもある。私の社員に何してくれてんのって言える立場が私じゃないと嫌っていうのもあって、私がトップでいるっていうのもある。みんなのさ、長女あるあるもコメントに書いてほしいんですけど、私はとにかく自己解決能力が長けてるし、人に頼らなかったのが今はスタッフたちにお願いをめっちゃしている、この環境に感謝だけどが強かった時代に比べて、今って失ったら嫌なものがたくさんあって大切なものたくさんある私ってすごく無力じゃないっていうちょっと怖さもある。これを長女の皆さんは共感してくれないかしらっていう感じですね。どうなんだろう、別になんか悩んでるとかじゃないんですよ。私は常にこういう感じのマインドでお仕事をさせていただいていますので、本当にみんながいてくれるのって当たり前じゃないってやっぱ思ってるからありがとうございます。失ったら嫌なものがある私は今弱いので、弱さを今は認めますよ。強かった時代は本当マジでライダースとかさ、紫色のすっげーどっす黒いリップでさ、跳ね上げラインの黒髪のもうなんかすっごいもうヒョウ柄のすっごい格好でもうこんなんでもう飲み歩いてた。信じられない、今日も飲みに行くよとか言って、で口癖がさ、失うものがないのが一番強いからとか言ってるアパレル店長だよ。もうやばすぎる本当に。5年後のエミコは本当失ったら怖いものしか持ってないよ、大丈夫そうと今でも幸せしかないので、今は本当にマジで幸せの塊です。あの時あの時で幸せで、幸せのまた種類が違うというか、あの時のアパレルの後輩とかとも動画撮ってみたいなね、対談動画みたいな撮ってみたいなはい、ということでみんなありがとうっていう言葉で締めくくります。そして全国世界の長女長男の皆様、私は皆様の味方です。誰にも頼れずにこの年齢までよく頑張ってきたよね。今日みんなで褒めたたえよ。ちょっとマジ偉いから本当に長男長女褒めたたえる動画ってあった今まで欲しいもの買ってあげてほしいし、今日はダイエットとかも気にせずなんか食べてほしいし、早めに寝てあげてほしいし、お風呂とかも湯船で張っていいし、全然今日風呂キャンとかしちゃって大丈夫です。今日だけは全然自分に甘やかしてたって大丈夫ということで、長男長女を励ます動画でしたはい、元気出たかな、私も元気出ました、ありがとう、イエーイ、バイバーイ。